高松高等予備校は、香川県高松市にある大学受験予備校である。設置者は、学校法人村上学園。2016年10月に、学校法人高松高等予備校から解消している。以前は、各種学校だったが2005年12月27日に、専修学校としての認可を受けた。略称は、こう呼び。1962年に、 高松予備校として開校。1973年に現名称に変更。地方予備校のアライアンスである。大学進学研究会の一員である。システム面では、同じ大進研のメンバーだった北九州予備校と似ているところがある。講師には、専人講師と非専人講師がある。二千九年より、丸亀校舎の予備校としての機能を高松校舎に集中させ。 丸亀では、中高生対象の塾部と通信制高校のサポート校部を開設している。なお、丸亀校舎は、自前の通信制高校である、村上学園高等学校の校舎に転用するため、公予備の校舎としては2011年度限りで廃止された。2014年に、旧セシール第5ビルを穴吹校舎から取得し、2015年に校舎を移転した。 休校地は同社に売却され、校舎は同年中に解体された。キャッチフレーズは、努力は実る。寮生活では、必須自習が平日3時間、休日6時間あり、生活面、勉強面で充実したサポートを提供している。2020年度時点で強用されていない寮。私立学校に通信制高校、検診議会が、 計画了承四国新聞2011年7月20日公式 Facebook ありがとうございます。